はい、今ソイブッカーを来てます。ここで勝手にパタヤのおすすめバーベキューの紹介したいと思います。じゃあ行っちゃいましょう。なんで俺がこのバーをおすすめしたか知ってる？いや、全然聞いて聞いて聞いて、しゃあなしやで。なんでこのバーがこういっぱいさあるパタヤで、あえてこのボッカーをこのバーをおすすめしたか知ってる？いや、だから今聞いてん俺の話を聞けそれはこの店の名前に秘密があんねん。でもそれバイバイ、まあ、聞くわ、うん、で、名前に秘密があんねん。おぉいいっすか。はい、引っ張りますわ。はいはい、はい。おぉ、まぶしい。映らへんな。ほら、出た、スマーフバー。そう、名前がスマーフバーや。ごめんごめん、俺詳しくないから分かるけど、スマーフって何？なんかな、海外のなんかのキャラクターやねんな。なんかのこれは、これはコンプライアンス的にあかん。もうなんかのキャラクターで、そのスマーフが好きで、結構グッズ持ってんねや。あーはーはー、ショーケースに飾ってあるねん。それぐらいスマーフが好きや。そのスマーフの人形をいっぱい集めると幸せになれるって言われてる。おうおうおう。で、いっぱい集めて結構金使ってな、それがこれですよ。その結果がこれですよ。エンディング撮ろうかエンディング撮ろうか。そうただ、名前が良かったから、おすすめバーで、おすすめバービアで紹介させてもらいました。買ってやないか。店の許可も得てないし。それはでも目的は人それぞれよりやん。まあね。こういうの自分の好きなキャラクターのが名前がついて、看板ももうスマホ、どうやかでスマホバーパタヤって、スマホバードットコムとかでも。ドットコムにしもたなあかんって。そう。じゃあスマホ好きな人は。パタヤに来たら絶対来た方がいいと思うわ。ただ看板がスマーフだけ。それ言っちゃったら身も蓋もないじゃん。それ以外スマーフの要素はゼロ。ゼロです。あ、でもスマーフの人形飾ってるわ、カウンターに。パパスマーフとスマーフ。ああ、飾ってるわ。ちょっと撮らせてもらうわ、これ。俺や。ああ、なななな、スタッフさん。わあ、これブラックスマーフ、悪いやつやね。これもうスマーフ。すんかな、これ。ちゃんとスマーフ飾ってある。かわいい。あ、ここにもパパスマーフがおる。これも鳴らしたら大変なことになるから、これ出る。うはい、ありがとう。はい、以上で動画は。ごめんごめん、スマーフの要素ないって言ってたけど、店内に飾ってやったわ。プロスマーフもおるし、パパスマーフもおるけど、その飾ってるスマーフがくぐられてるのがベルやねんな。触ると下手に触ってもうテンション上がって、触ってもうベル鳴らしてしまったらもうみんなに怒らなきゃなるから。今もなんかそんな感じだった。やれやれみたいな。そう、スマーフ好きな人は触ってベル鳴らさないように。そうそうだ、はい、パタヤに来た時はもうぜひもうスマーフは来てほしいなって思う。でも人形はあんまこうむやみに触らない方がいい。ベルが鳴っちゃうから。
以上です。はい、この独断と偏見のおすすめバーベキュー紹介でした。